女子ゴルフ、日本女子、プロゴルフ選手権、コニカミノルタ杯女子ゴルフ国内ツアーのメジャー大会。日本女子、プロゴルフ選手権、コニカミノルタ杯の最終、R が12日。茨城、聖ヒルズ CC、6680ヤード。パー72で行われた。21位タイでスタートした。 渋野ひな子、サントリーはサンバーディー。ンボギーの72。通算3アンダーの25位で大会を終えた。会見場に入った渋野ひな子は普段通りに明るく話していたが、17、18番の状況を説明するうちに本音を漏らした。むちゃくちゃ。悔しいです。 17番で短いパットを外して、プチンと来てしまい、気持ちを切り替えるのに時間がかかって、18番もやってしまいました。ずんという感じでしたショットは好調で11番までに3つスコアを伸ばした。しかし、その後は3ボギーと伸ばせず、17、 18番は連続でボギーを叩いた。前夜は食べ損っていたという納豆を食べたものの、粘りのゴルフを貫けなかった。本当に連続ボギーだけはしたくなくて耐えていたのに、最後の最後にやってしまいました。ショットは良かったのに、パットで台無しにしてしまいました。それでも、 支部のひなこらしくプラス思考を働かせた。T ショットは完璧に近いし、これから国内で連戦になるので、感覚も戻ってくるかもしれません。次戦は2年前に優勝を飾ったコースで開催される、住友生命バイタリティレディス東海クラシックで、今の状態でどれだけやれるか楽しみですと前を向いた。 渋野ひな子は、笑顔なきホールアウトトップ10入り厳しく、自分で全てを台無しに21位体からトップ10入りを目指してスタートした渋野ひな子。出だしの1番でバーディを奪う、最高のスタートを切ったがその後は伸ばせず、72のパープレーで、トータル3アンダーで4日間を終えた。 前半二つ伸ばすと11番でもバーディを奪ったが12番で一つ落とすとその後はバーディを奪えずさらに17番18番と上がりにホールで連続ボギーを叩き笑顔なきホールアウトとなった前半からショットが良かった今日1日パターで台無しにしてしまった 前半の流れから言うと悔しいと唇を噛んだ渋野日向子。自分のショットを見ている限り、もっとスコアが出る内容だったと思う。パターを除けば今日もいいゴルフができていたと思うと、収穫はあっただけに、自分で全てを台無しにしているなと思った。まだまだだと思いますと話した。皇族はまだ。 プレイ中だが、ホールアウト時点で25位タイとトップ10入りは厳しく。来週は2019年に大逆転勝利を収めた南愛知の戦い。3勝目を挙げた試合なのでいい、イメージは残っている。その頃とは自分も変わっている。今の自分でどれだけ戦えるかというのを、 しっかり3日間戦えるように頑張りたいと見据えた。渋野ひな子。終盤に2コン連続ボギースコア伸ばせず、233アンダーで幕21位から出た。渋野ひな子、22コールサントリーは、3バーディー、3ボギーの72で回り、233アンダー、285で、 ホールアウトした。ホールアウト時点で、25位となっている。前半は第3ラウンドに続く。2日連続のバーディー発進を飾った。1番パー4で、第2弾を2メートルにつけて、最初のバーディー。その後、5ホール連続パートすると、 7番パー4で4メートルのパットを決めて2つ目のバーディーを奪い。2つ伸ばして折り返した。後半は11番パー4で3つ目のバーディーを奪い。一時は6アンダーまで伸ばした。だが、直後の12番パー3で1つ目のボギー。その後、4ホール連続パートしたが、 共にパー4の17。18番で連続ボギー。この日の貯金を使い果たして、今大会を終えた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。渋野ひな子稲見萌音の1枚とは、女子ゴルフの国内メジャー、日本女子、プロゴルフ選手権、コニカミノルタ杯の第1ラウンド、R が9日。 茨城・聖ヒルズ CC6680 ヤードパー72で行われた日本女子プロゴルフ協会ジェルピー川公式インスタグラムで大会情報を発信中渋野ひな子サントリーが稲見もね、続き電気にハグをされた画像を公開するとファンから2人とも可愛い ヘアルックみたいねと反響が集まっているメジャーの舞台裏写真が公開された白の T シャツ姿の渋のひな子はマスク越しでもわかる笑みを浮かべている隣に立っているのは稲いだった白の長袖シャツを着て渋のひなこの肩に両腕を回して熱烈なハグ 後ろに映っているのは会見場だろうかともにコ系統のズボンを履き楽しそうに一枚に収まった画像を公開したジェルピーガは会見終わりとこれからなどとハッシュタグ付きで投稿1ヶ月ぶりの国内復帰戦となった渋野日向子と今年最多6勝の強さを誇る稲見に対し ファンからは、お帰りしぶこ。最高の日ッとですね。ナイスツーショットひなこさん。いなみさん、かわいい、ひなこちゃんと、もねちゃん。仲良しツーショットほっこり嬉しいです。ペアルックみたいね二人ともかわいいと、コメントが寄せられている。第 1R を終え。いなみは2アンダー。 渋野ひな子は、イーブンパーだった。6アンダーのトップには、大山志保。勝つ南が立っている。2打差には、菊池恵梨香。木戸愛。大城さつき。午後組でプレーする、浜田真宙に並んでいる。初日を、イーブンパー42体で終えた、渋野ひな子は、 午後組でラウンド。午前11時30分に最後真央全美艇韓国とともに1番からプレーを開始する東京五輪銀メダリストで初日にアンダー1 1位タイの稲見萌寧はパラエリファナ長嶺咲と午前11時50分のティーオフを予定している稲見萌寧 アンダー出て良かった。上場11位発進前週途中危険の影響を感じさせない粘りのゴルフ70で回った稲見は11位と上場の滑り出し。フェアウェイキープ率57.14%とティーショットが安定しない中でもスコアを伸ばし、ラフから打つことが多くて、耐えることが多かった。 自分のゴルフの内容的にはアンダーが出てよかったと、ほっとした表情だった。前週は虫刺されによる、左腕痛のため途中棄権したが、影響を感じさせない内容。メジャー初制覇へ。風が吹く予想だけど、少しでも伸ばしていけたらと、第2日を見据えた。 メジャー初制覇を目標に掲げる稲見モネは4バーディー。2ボギーの70で11位発進となった。結果的にアンダーで回れてよかったとアンドの表情。ドライバーがすごく曲がったので、ラフから打つことが多く。耐えるゴルフだったと振り返った。前週は虫刺されによる、サワンツーのため。 初日途中で危険したが体調は特に問題なかったと話したまずはティーショットを安定させたいというのが一番の課題とホールアウト後は修正に努めていた次のオーディオビデオでお会いしましょう。